君、あ、そうだ、帽子をくれましたね、はい、私たちですね、はい、結成14年目の急にキャラ入るんですね、またビジュアル系バンド、ビジュアル系っすよ、お肉とか大丈夫ですか、バンド名は、はい、八之助八太郎ですよ、名前出せバーン、バーン、スイッチが分かんないみたいな感じで普段やらさせていただいてるんですよ、ね、ほんと喋れんすよ、普通に、なんでわかんないんですか、はい、なんかちょっとやっちゃうんですよね、そうですね、で他のメンバーの方はどっちかに、他のメンバー、他のメンバーですか、はい、ギター、ドラム、ベース、全部いません。一人かい一人でやってるんですか、恥ずかしいです。すいません、恥ずかしいですけどね。少しあの、長川君はなんか、ベース弾けちゃうって。ベース、はい、ベース、一番ベースは5年間やってる、5年間。そっか、それならもううちのコピーバンド任しちゃって。コピーバンドなんですか、そうだね。ずっとコピーやってるんですか、そうそうそう、大丈夫ですか、ちょっと。ちょっと今日楽器持ってきてないみたいな。ああ、もう別に持ってこいって言われなかったんで、今日は持ってきてないっす。そっかそっかそっか、はい、それなら、え、今日はこれでエアでセッションといこうか。エアでセッションですか、あれ、なんか曲を鳴らして雰囲気だけのをやっちゃうみたいな。そうだね。ああ、そうなんですか。え、なんか、さっきからキャラはどっちなんですか。よし、じゃあ行くわよ。あ、わかりました、やりますか。逃れられないカルマの旋律、なんすか今の、カルマの旋律ってなんだ。え、ドリカムっすか、コピー、ドリカムのコピーやってるんすか、ちょっと。え、服装全然近くないですか、なんか、顔とかも。そんなことしないでしょ、吉田美は絶対やらない、そんなの。バックやめろ、ハック、ドリカムラブだって言えば、何してる。ベースの低い位置高いけど、ドリカムの人マジしてる、うちは作ったの、うちは作った黒い内輪抜けないのタッチになってるから、ベースばっかり、なんでそんなの、その時もよくわかんないですよね、いたけどガラッとした人でしょ、それ吉田美也もわかんない、何もしてないよ、吉田美也は何もしてないですよ、練習のことも何もしてないですよ、似てるけど気持ちは似てるけど、何なんすか、おおおおめかたようこそ、入らないっすよ、どうもありがとうございました。